義で終わった大阪冬の陣より半年、淀君は再び大阪へ浪人を集め戦を始めようとしておる。配下の知らせによれば、大阪城には霊石が運ばれているという。マリアが大阪城にいることは間違いなかろう。ウィリアム、再び大阪へ参ろう。この戦、お主も知る黒田長政殿、立花宗茂殿も参戦しておる。だが再会を喜ぶのは後にいたそう。人の道を外れて勝ったとて、義なき天下は続きませぬ。霊石を使わずとも、この雪村、必ずや勝ちましょう。信じてよいのだな、信繁。義は我らにあり。皆の者、共に三途の川を渡ろうぞ。
せ。
国の侍よ、お主の命運もここまでだ。
きながら見事なり。
ただひとえに殿の御ため。手を取るが身を守れ。より打って出る。狙うは家康の首ただ一つ。これが侍の死に様。邪魔はさせぬ。
信玄。死してなお世に尽くせて本望であろう。世玉には既に霊石を。